ニコンってカメラだけじゃないんです。光の可能性に挑み、さまざまなイノベーションで社会を支えているんです。光の力で不可能を超えていく。できるって無限。ニコン。ニコンってカメラだけじゃないんです。半導体製造装置、再生医療用細胞、環境に優しいリブレット加工などなど、光の可能性に挑み、さまざまなイノベーションで社会を支えているんです。さあ、未来に向けてどこまで活躍の場が広がるか、ワクワクします。光の力で不可能を超えていく。できるって無限。ニコ。北村匠さん入られます。お願いします。それではご紹介させてください。北村匠さんです。お願いします。ニコンの、その擬人化として、あのニコンで黄色と黒と白のロゴですよね。それであの黄色い空間にこの黒いものを形して、ちょっと擬人化としてニコンそのもののニコンさんです。かっこいい。じゃあちょっと一回段取り含めてテストやりましょうか。はい、ではスタンバイしましょう。ニコンってカメラだけじゃないんです。ボールだ。よっ。半導体製造装置。はい、スタート。本番よっ。スタート。再生医療用細胞。はい、よっ。スタート。さまざまなイノベーションで社会を支えているんです。はい、やった。はい、やった。今日 F3、 ずっと F3 使ってて、フィルムの、はい、もうずっと50つけっぱなしですけど、本当は35が好きで。はい、行きましょう。本番、はい、よスタート。光の力で、はい、光の力で不可能を超えていく。あ、さっきミリ数の話してましたけど、産後が好きなんですか。産後好きなんですよね。ワイドで、そう、意外と、はい、今日はこのカット OK になります。 ありがとうございます。ポートレート、ムービー自体は以上ですかね。はい、ありがとうございました。